さあ、ダドリー・ノースは、イギリスの経済学者である。ノース男爵の4男として、ウェストミンスターで生まれた。また、長期議会の一員であり、パサージュ・ラレイティング・ツー・ザ・ロング・パーラメントを出版した。幼少期に、ジプシーによって誘拐され、かなりの困難を伴ったが、家族は彼を取り戻した。同様の奇妙な事件は、幼年時代のアダム・スミスの身にも起こっている。外国貿易、特にトルコとの交易に従事し、数年間をイスタンブールとイズミルで過ごした。彼の書類に記された東方の礼儀作法と習慣の情報は彼の兄弟によって出版された。1680年に巨額の財産を携えてロンドンへ戻り、レバント地方との交易を続けた。商業における彼の能力と知識は政府の注目を引きつけ、さらに彼の兄ギルフォード卿の影響力によって推挙された。チャールズ2世1世のトーリー党反動時代において政治的な裁判でイギリス王室に有利な判決を下す明白な見解を持ったロンドン市の代官の一人であった。ナイトに叙せられると関税局長官に任命され、その後は財務長官となり、また再び関税局長官を務めた。ジェームズ2世の治世では、庶民院議員に選出された。名誉革命でジェームズ2世が追放された後、代官の職務において憲法に反する裁判を行った責任を問われて、過誤辞し、貿易省に戻った。ディスコーセス・アポントレードというタイトルを付けられた彼の著作は、主に貨幣、貨幣の改鋳、貨幣の増殖といった分野に関心が向けられている。1691年に、匿名で出版され、1856年に J.R. マカロックが編纂したセレクトコレクションオブアーリーイングリッシュトラクツオンコマースに収められ、ポリティカルエコノミークラブオブロンドンから出版された。この著作の中で、名誉革命によって牽制を得た貿易均衡論に対し、周到かつ明快な主張で自由貿易論を展開した。ノースの主張のうち、注目すべきは自由貿易論と利子論とされる。ドイツの経済学者、ヴィルヘルム・ロシャーは17世紀においてイギリスの経済学派をヨーロッパで第一の地位に押し上げた偉大な3人のうちの1人とノースを評した。残る2人はジョン・ロックとウィリアム・ペティである。ありがとうございます。